こんにちは。漢詩を読んでみませんか？浜中仁です。今回も、ですね、戦歌詩、チエンジア詩ですね、の中に取られているですね、詩を紹介します。唐代のですね、中東の詩人、劉禹釈という人のですね、まあ代表作ですね、これね。ウイコーですね。ウイコーですね、この戦歌詩の説明によればですね、兵士ですね、が、みんな、ですね、黒い服を着ていたので、ですね、ウイコーと、字間違うとやん。ですね、よいしょ、困るな。ウイコー、口じゃなくて、巷の方ですね。コート、ちまたというのは、ですね、路地裏、ですね、細い道です、ですね。まあ、ですね。で、ですね、東進、陸上時代ですね、東進が、ですね、まあ、南京に遷都した。南京の、地名なんですが、その時に、王道とか、社根、ね、王社というね、王道とか社根とかいうですね、まあ、有力貴族が、ですね、そこに住んだということで、ですね、まあ、有力貴族の、ですね、邸宅があった場所と、いうことです。陸朝時代はね、ですね、それが、ですね、まあ、東大、中東の時代には、まあ、ただの普通の地方都市になりってますので、まあそういう見る影もなくですね、かつて、有力貴族が住んでいたところやけども、今はですね、一般庶民が住んどると、そういうふうに変わっているということをですね、それをですね、客観的にですね、読み込んでると、いうことです。それでは、ですね、読んでいきますね。ウイコーですね。黒服の、ですね、ちまた、ですね。劉禹釈と。朱雀経編野草の花、ですね。朱雀経というのは、ですね、まあ、南門ですね。だから、ね、南京の南の小正門ですね。に、かかるですね、橋です。のあたりのですね、野の花ということですね。で、が咲いとると。で、ウイコー。ね、黒服の、ですね、巷の、入り口では、ですね、石碑を斜めなり、いいですね、夕日が傾いていると、ですね。まあ、夕方の風景を読んでるんですね。ですね。夕方、ですね、日が傾く時に、ですね、ウイコーですね、のあたり、そしてその近く、朱雀経のあたり、ですね、野の花が咲いているということですね。で、それが、一二句です。ですね。で、ですね、三四句ですね。九時、王者同然のつばめ、飛びいる、尋常百世の家ですね。に、いいですね。昔、陸朝時代ですね。まあ、東大から見れば、旧時、昔になります。何百年も前ですね。陸朝時代、には、ですね、まあ、有力貴族、
王氏、社氏と、ですね。王氏、社氏の、ですね、有力貴族の、ですね、建物の、に、ですね、救っていたツバメ、ですね。そのツバメは、今では、ね、飛んで入ると。ですね、どこに飛んで入るのかというと、尋常、普通の百姓。これは、農民じゃなくて、一般庶民のことです。普通の庶民の家に、ですね、巣を作って、飛んで入ってくると。そういうことですね。陸上時代には、王子、社子の大邸宅にですね、救っていたツバメ。今では、普通の一般庶民の家に、ね、巣を作ると。そういうですね、ことをですね、まあ、客観的にこう描写しています。まあ、これ、ですね。まあ、ですから、ですね。まあ、陸上時代には栄えていた、ですね。そのあたりも、今ではですね、一般庶民の暮らすところとなりましたということですね。王院ですけども、下表六間の院、いいですね。か、しゃ、か、ですね。が院を踏みます。表則ですけども、二時目、四時目、六時目、ですね。即、表、即。表、即、表。表、即、表。即、表、即と。いう風に、いいですね。裏返しの関係になっていますね。最後に、北京語で朗読します。ウイシアン、リュウユシ、ジュチュエチアオビエン、イエチャオホア、ウイシアンコウ、シアンシア、ジュシワンシエ、タンチエンイエン、飞入寻常百姓家，朱雀桥边野草花，乌衣巷口夕阳斜。旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。この斜めという字ですが、ですね、まあ、北京語、中国語をですね、習っている人は、シエと、ですね、いう音で、習うと思います。ただ、これ、音韻するときは、XIE でなくて、XIA、シア、という風に発音しなさいということを習いましたので、それに従いました。そうすると、ホア、シア、ジアーということでですね、非常にいいですね。韻が、応韻しているというのがちょっとわかりやすいと思います。打足をちょっと付け加えさせてもらいました。本日は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。